今日はある日とある日が重なる縁起の良い日なんです。そんな日の宝くじ売り場を取材しました。宝くじ売り場に次々に現れるお客さん。冷たい雨が降りしきる中でも今日宝くじを購入したい訳がありました。今日一粒万倍日と大安だから、結構信じます。今日12月19日は大安。さらに暦の先日の一つで、何か新しいことを始めるのに良いとされる一粒万倍日でもあり、縁起の良い日が重なるダブル開運日だったんです。この日を狙って発売中の一等前後賞を合わせて最高10億円が当たる年末ジャンボ宝くじを買い求めるお客さんが多くいました。今日は一粒なんとか、なんだっけあれ、一粒なんとか一粒万倍日、それそれそれ、一粒と当たったら夢とかある。そらたくさんありますよ。まあ息子たちが帰ってきた時の、まあ、家とかそういう準備をね、もし当てるような話よ、そういったものも可能かなと思いますけどね。年末ジャンボ宝くじの販売は今週金曜22日まで、そして明日も一粒万倍日です。最終日の22日は出ていったものが必ず戻ってくる、お金を使ってもすぐに戻ってくるとされる虎の日と縁起の良い日が続きます。外は寒いですが、今年の年末ジャンボは暑いです。長崎に大きな幸運が舞い降りること、これを期待してございます。